人間と向き合えるようになったら K も一人前のケア人だ。ケア人？ケアする人間。介護福祉士って言うと堅苦しいじゃん。人を困らせな。新人介護福祉士の大森圭。お年寄りのペースに合わせるって結構きついっすね。思い通りにいかず悩む日々が続いていた。なんか自分の内が分からないみたいなんですよ。親切にしてくれてありがとうね。おはようございます。ある日、認知症の老婦人恵子と出会い、施設に受け入れることに。見守りが重要になるから担当の恵は特に注意しろ。恵子先生、こっちも人間なら向こうも人間。感情もあればプライドもある。大丈夫ですか？仕事一筋だった光彦は母親の代わりように戸惑うばかり。管理は介護じゃないって言っておいて結果これですか？え、僕が悪いんです。悪いのは僕なんです。迷った日をそっと照らし大森圭です。ああ、大森圭。認知症になったからっておしまいにしたくないんです。支え支えられ共に歩む深い愛情の物語。ケア人、あなたでよかった。